はい、インターネットビジネスね、ほとんどの人が媒体、これが作れずに挫折します。つまりリストが集められないんですよ。で、リストをよそから買ってくるみたいなのもあるんですけども、そもそもどんなね、発信によって集まったのかわからないリストを買ってきても全く響かないですよね。例えばね、私が LINE アットの公式を募集してもね、多分登録する人いないと思うんですよ。で、登録したところで、その中でどんなセールスをやっても真に受けないと思うんですよ。ね、なんか久保さんらしくないって言われて終わりだと思うんですよね。で、まさに私らしくないんで、私がそれをする場合は案件ですよっていうふうにね、言いながらね、いろんな紹介をすると思います。まさに今回の第一生命のネオバンクもみんなの銀行も完全案件じゃないですか。あれは一言でわかるような案件ですよね。でもそうじゃなくって、まあどっかのね、例えば、マトリックスアフィリエイトみたいなのを進めるときに、え、すごいですね。それじゃあ儲かって当たり前じゃないですかみたいなことを私が言うのは、あまりにも縁起がましくってね、それは案件でしょっていうね、わかりやすいと。しかも、これは案件ですっていうふうに私言うと思いますんでね。まあそういうふうにして、前提としては私の商品じゃないからわかりませんよっていうやり方ならあるかなと思いますよね。うん、まあでもね、みんなの銀行にしても、第一生命ネオバンクにしても、確かにね、これほとんどの人が、取れないですよ。10件とか20件とか、うん。そう思ったら、一部のできる人っていうのはもう無制限にやらせてもらいたいですよね。なんか VIP みたいな感じで。うん、だからね、そうした方が絶対いいですよね。うん、それこそ、みんなの銀行って案件を、インフルエンサーに向かってまずはね、投げていただいて、まあそれでもう終わりでいいんじゃないかなと思いますよね。うん、もしくは、一般の方は、報酬を例えば上げてあげるとかね。報酬を常に3000にしてあげると。3000なんだけども、マックスはもう10件までとかにやってあげるとかね。で、私たちの場合は報酬は多少安くてもいいけども、でも100件以上取ったら、コミッションが倍になりますみたいなね。まあ、そんな形にすると、早々に100件いくと思いますし、100件以上をもっともっとやると思いますしね。まあ、そういうふうな使い方をやってほしいなと。うん、私が思うにね、この、何?紹介案件ってやつ?これを私たちみたいなインフルエンサーが考えたらまた違った形になると思うんですよ。今お話したようなね。だつまり、普通の会社員の方がちょっとした考えでこの紹介報酬制度っていうのを取り入れたんじゃないかなと思いますよね。なんかちゃんと考えたらもっと高価な、そんなね、一部の紹介案件が得意な人に高額報酬で、ね、無制限に投げて終わりでいいと思いますからね。皆さんの思ってる通りですけど、なんとこですか、うん、いってらっしゃい。